じゃなくて、山本さんなら山本さんが仕切って、ついてこいって。山本さんって言って、うん、練習したとこ。そうそうそう。一番遅れ。痛かったろ、さっき父ちゃん叩かれて。いや。なんで打ちちゃった。痛くなかったか。でっかりしたけど。な？今日の感想は、今日の感想は、カメラに向かって一言お願いします。練習になりましたか？なりました。どういうところが練習になりましたか？いろいろ。例えば。ヤマケンのウィップはひねってましたか？いや、全然。お疲れ様です。実際そのモトクロスがコースがどんどんなくなっていってるじゃないですか。それでなんかそのままでね、山木これちょうだいだって。ないよ。レースをする、開催して集まって、モトクロス界で集まるんじゃなくて、盛り上がるんじゃなくて、やっぱ一般に知ってもらいたいなっていうのが一番の狙いだったです。で、じゃあ何かないかなって言って、じゃあ各コース、九州にあるコースの町ですか、県ですか、そこに寄付をしよう、もうモトクロスライダーでこうやってやってるんでみたいな感じで、もう少しそうすればもっとメジャーになるんじゃないかなっていう考えで今回やりました。寄付するっていうことで、はい、存在を示す、そうですね、まあ、やってますっていうのを認識してもらうっていうのが、はい、もちろんまあその誇りにしろ泥水にしろやっぱり出してしまうんで、恩返しというか、そういうのがちょっとでもできればな。九州にあるコース、まずはここでやって、次はみかん山、あの久留米とか、どんどん乗ってくれば、HSR が大きいところでもやれば、モトクロスが一般に広まるんじゃないかなっていう。まあ一時期前はモトクロスっていうと岩を登ったりとか、けど今は。モトクロスっていうと、まあ、フリースタイルが先じゃないですか。もちろんああやってフリースタイルのライダーがやってるんでメジャーにはなってきてるんですけど、もっともっともっとでモトクロスをなくしたくないんですよね。自分はモトクロスちっちゃい頃からやって仲間もできて、その中でなんていうんですか、礼儀とかですか、そういうのも勉強になってきたし、速くなるのは大事ですけど、その前に一生懸命になれるものがあったんで今があるし、まあ、そこは大事にしていきたいです。一人情熱大使山本さんが追っかけそれがする熊本にしろ大分にしろ昔からあるバイク屋さんとかが結構協賛してくれて、そういうのがやっぱ助かりますね。やるならやろうでっていう、やるならとことんやろうみたいな。いつ頃から企画を始めた？企画は自分が一番最初向こうで静岡でレースをしたのが4月だったでしょ、うん、もうその後すぐですね、ザックンと話して、じゃあ九州でもやろう、もうやろうやろう、じゃあどうせするなら、まあ、スクールという形にしてもっと広めるためにでチャリティーにしようって思って、自分が向こうにいてなかなか動けなかった分、こっちにいるザックにしろ、イノケンにしろ、いろいろ動いてくれて大成功じゃないですかね。大成功だと自分は思います、今回。まあ、台数をよく言えばもっと欲しかったですけど、スクールなんでね、少ない方が内容が濃くできますし、人としてはもうマンツーマンに近い感じで指導できてるのかなと思うから、スクールとしてはこのくらいの人数が実はいいなとは思います。今回ですね、まあ、もちろん皆さんの技量アップが目的ですけど、まあ、それとお疲れ様でした。みんなたくさんしていろんなことを学んですごい成長したんじゃないかなと思います。
こういう機会をどんどん参加してどんどん成長していってください。ありがとうございました。もらってきました。大分市社会福祉協議会から。今日はまあ無事に怪我にもなく大成功だと思います。皆さん手伝ってくれて、インストラクターの吉井とかこうとか、実際みんなボランティアで来てくれて。迷惑をかけることもあったと思うんですけど、そんだけモトクロスが好きってことですよね。これから仲間で一緒に盛り上げていきたいと思うんで、また協力お願いします。